どうも、くばき音楽チャンネルです。本日は夏夜のマジックという曲をやっていきたいと思います。このチャンネルではギター弾き語りに関して発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題に入っていきましょう。ということで、今回は夏夜のマジックというインディゴラエンドというね、ゲスの極み乙女の川谷さんがやっていらっしゃるバンドですね。めちゃくちゃかっこいいです。本当に教えていただいて聞いたんですが、ものすごくかっこいい曲だなと思いましたし、このバンド自体もね、演奏テクニックもそうですが、歌のテクニックも素晴らしいですね。かっこよかったです。そんな夏夜のマジックなんですが、今回カポ3でやっております。カポ3がね一番簡単かなって思いましてね、やっていて、なのでそのようにさせていただいております。で、登場コードも紹介していくんですが、この登場コードの中で今回初めて紹介することが出てくるんですが、ちょっとですね、そのコードじゃないとこの曲の雰囲気は、どうにも出せないなと思ったので、今回はそのようなコードを使うようになっております。では早速ですね、登場コード紹介していきたいと思います。 G メジャー7ということで、この G メジャー7というコードが今回初めて紹介するコードになります。もういきなり出てきますが、この曲はこのコードが中心となっていますよということですね。 A メロの最初もそうだし、サビの最初もそうですよと。しっかりやろうとするとまた違うコードがいいんですけれども、初心者向けの簡単コードにするんだったら、G メジャー7がいいかなと思いました。で、これ G にしてもいいんですけど、ちょっとね、 G だと明るくなりすぎるんですよね。この曲のなんか切ない感じが出ないんですよ、 G だと。なので、G メジャー7がなんかどうしてもできないと、でもね、いないと思うんですよね。小指よりね、人差し指の簡単だと思うんで、G メジャー7を押さえてほしいところなんですが、もうどうしてもっていう方は別に G でも全然構いません。ただ雰囲気が結構変わってしまうので、G メジャー7の方がいいですよということですね。そして E マイナー7。この E マイナー7もよく出てきますが、この曲でも頻繁に出てきます。そして B マイナー7。Bm7 もうね、しょっちゅう言ってますが、バレエコードの Bm7 じゃなくて開放弦の Bm7、バレエコード使わないって言ってるんでね、そうしてます。そして Fm7、 この Fm7 も、バレエコードじゃないやつですね。本来はバレエコード Fm7 ですが、こっちでやっておりますよ。だから響きがちょっと変わるんで、 Fm7 ちゃんとしたやつがいいという場合はこのバレエコードでやってみるのがおすすめです。バレエコードね、ほんと難しいんでね。そして Aこれもね、よく出てきますね。そして D、 そして G マイナーってこういうコードなんですけれども、これの簡易バージョンですね。代用コードバージョンはこれです。下の3本だけ弾くようにする G マイナーになっております。このやり方でやってみましょう。そして B7、 あ、これ Bm7 のところで言えばよかったんですが、 Bm7 に人差し指を加えるとB7 になります。で、最近の講座だとね、 B7 入れてるので、もし余裕がある人はこの B7 やってみてほしいなと思います。難しいっていう人は Bm7 で構いません。お手本弾きの時のね、コード出すんですけど、そこでは Bm7 と B7 両方出しています。できる人はやってみてください。ということで、以上が登場コードになります。そんなに多くはないかなという印象がありますね。でもやっぱりね、難しいのって右手だったりとか、コードチェンジのタイミングだったりしますので、この後の右手のストローク紹介とお手本弾き、まだまだ見ていただけますと幸いです。では右手紹介していきたいと思います。どうやってるかっていうと、基本的にはこれですね。という感じで、ターン、ターン、ツーカ、ツッカ、トン、ターン、ツーカ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 、っていう風になりますね。これイントロです。タタ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 いう風になるわけなので、ターンターンつかつかトンターンつかの、いつものね、ストロークがおすすめですよってことになります。そして A メロ、夏の匂いを吸い込んで吐き出す、弱いまま大人になった僕でも今日は少し強くっていう風になるんですが、今の A メロの前半部分何やってるかというと、ターンターンつかつかトンターンつかをやっていますよってことですね。で、これはもうテクニックの話になってくるんですけど、イントロよりも静かな感じで A メロやっておくといいです。結構ですね、なんていうんですか、初心者というか、
素人っていう言い方をあえてさせていただきますがにありがちなのが、もうイントロと同じ感じでどんどん弾いていくということですね。手の振り幅が、明確に変わった方がいいです。要はね、おとなしく弾いた方がいいですよって話ですね。夏の匂いを吸い込んで吐き出す弱いままっていう風にやってあげると、あ、ここ A メロなんだなっていう、その歌の導入じゃないですか、 A メロ、歌始まりってやつですね。なのでそこはあえてこう静かにしてあげるっていうのは、その素人 とそうじゃない人を比べるとですね、はっきりと、した差になりやすいので、ぜひそれでやってみてほしいな。イントロがこんな元気にやってたとしたら、夏の匂いを吸い込んでみたいな感じで、今振り幅ちっちゃくなってるんですよね。振り幅をちっちゃくしてあげるということで、元気をなくすというよりかは振り幅をちっちゃくしてあげると、より A メロは際立ちます。でこの曲なんですけど、 A メロが2周あって、そしてサビっていう感じなんですよね。なので B メロっていう表記、まあ僕が表記してないだけなんですけど、でも概念としても B メロっていうパートがないですよってことを先にお伝えしておきます。なのでこの A メロからサビに行きますよってことですね。僕はサビをね、 C メロっていう風に表記しております。そのサビ前のところ、夜が重なり合った Yeah、っていう風にもうサビに入っていくんですけれども、今みたいに止めるのがいいです。夜が重なり合った今日だけは夏のみたいな感じでサビに入っていくわけですね。止めることによってより歌もやりやすくなるので、これまあ弾き語り講座なんでね、あえて止めるっていう風にやってみてほしいです。止める場合はターンターンツーカツッカトンターンツーカで終わってもいいし、ターンターンツーカツッカトンターンツーカターン、今日だけは夏のみたいな感じでターンでダウンしてピタッて止めるでもいいですね。まあそっちの方がいいかもしれないね。そしてサビです。今日だけは夏の夜のマジックで、今夜だけのマジックで歌わせて、今なら君のことがわかるような気がする、ターンターンツーカツッカトンターンツーカターンターンツーカツッカトンターンツーカターンターンツーカツッカトンターンツーカっていうことなので、これもターンターンツーカツッカトンターンツーカがいいですよということですね。でこれは A メロと明確に振り幅を変えてほしいです。まあイントロと同じぐらいっていう風に思うといいかもしれないですね。まあ要はですね、大きくやりましょうねってサビなんでね。そして感想になります。感想はまさしくイントロと同じですね。元気にやるのがいいと思いますね。アコギ1本なんでね。そして2番の A メロ、暮らしの中で生まれる歌を歌って、ちょっとリズム返し、なしみつまんで思いながら歩いたみたいなやつですよね。はい、ここもターンターン通過が基本なんですが、歌に合わせてちょっと伸ばしたりしてもいいですね。ターンを伸ばしたりとか、暮らしの中で生まれる歌を歌って、幸せ悲しみつまんで思いながら歩いたみたいな感じで、適宜ターンを伸ばしてあげると今みたいに雰囲気がまた変わってきますよね。基本のストロークは同じなんですが、今みたいにやることによって形がちょっと変わっていく。だから結果的にこう飽きずに聴けるようなストロークができるってことですね。まあ結局これギターって伴奏なのでね、歌に合わせるっていうのが大事なんですよね、伴奏はね。でこの後のサビもターンターンつかつかと同じですね。で僕はですね、この後サビの後の記憶に蓋をするのはもったいないよっていうところを B メロと表記させていただいております。この B メロはダウンだけっていうのが結構おすすめだったりしますね。記憶に蓋をするのはもったいないよ、時間が流れて少しパクラララララララてっていうところですね。ごめんなさい、歌がね曖昧ですが、レコーディングしたのに歌が曖昧になってしまうとね、申し訳ないんですが、まあ今みたいな感じでダウンダウンっていう風にするってことですね。でこれさっきのなんかちょっとターンを伸ばす感じにしてもいいです。つまり、記憶に蓋をするのはもったいないよ、チカラララララララみたいな感じで、ターン伸ばした後にターンターンツーカツカトンみたいなのを入れてもいいですよってことですね。まあここら辺まで来たらもうね、適宜ね自分のやりたい形ってあると思いますのでね、それをやってみてほしいなと思います。そしてこの B メロが終わって、また感想で最後のサビになるわけですね。であとはもうサビのストロークでずっと大丈夫です。振り幅に関してももう元気な感じでやっていきましょう。でエンディング、ふふ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 っていうところですね。かっこいいですよねこれね。感じで大丈夫ですよ。で最後
ジャッて止めてもかっこいいと思いますね。ということで今のが右手の紹介になります。ではここからはお手本弾きを音源に合わせてやっていきたいと思います。この音源は僕らがレコーディングしたカバー音源を使っております。ぜひ皆さんも合わせて一緒にやっていただけたら幸いです。練習になると思います。ではやっていきましょう。 G メジャーセブンから始まります。 G メジャーセブン、 E マイナーセブン、 B マイナーセブン、 F シャープマイナーセブン、 E マイナーセブン、 A、 D、Gm7 Em7 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 Em7
E-7 僕より夏が好きだったの D B7止める G-7 A B-7 F#-7 E-7 A D B-7 G-7 B-7 F#-7 E-7 A D-B-7 G-7 タンツカツカトンタンツカ E-7 タンツカツカトンタンツカ B-7 タンツカツカトンタンツカ F#-7 E-7 AB-7 E-7 A D-B-7 G-7 A B-7 F#-7 E-7 D-B-7 G-7 B-7 F#-7 E-7 A D-B-7 G-7 E-7 D E-7 A D-B-7 G-7 D-B-7 A D-B-7 G-7 B-7 F#-7 E-7 A D B-7G-7 A B-7 F#-7 B-7 A D B-7 G-7 A B-7 F#-7 B-7 A D D B-7 G-7 A B-7E-7 A D タンツカ B-7 タンツカ G-7 A B-7 F#-7 E-7 A D D B-7 G-7 E-7 B-7 F#-7 E-7
AD B マル7ドンズが G メジャー7で終わりということですね。以上がお手本になります。ということで今回は夏夜のマジックという曲をやっていきました。他にもわからないことがあれば、僕はオンラインサロンっていうのもやっておりますので、なんかストロークとかね、そういう演奏に関する質問に関してはオンラインサロンで答えさせていただいておりますので、もしよろしければそちらもご覧ください。ちなみに未公開講座っていうのもやっております。入った時点で昔あげた未公開講座も全部見れるようになっておりますので、もしよろしければそちらも見てみてください。ということで熊木音楽チャンネルでした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あればぜひお気軽に連絡をください。